トニー・アレクサンダー・アダムスンベは、イギリス・ロンドン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダーで、イングランド代表であった。1983年にアーセナル FC に入団。1986から87シーズンには頭角を現してリーグ新人賞を受賞するとともに、1987年2月18日のスペイン戦で代表デビューを果たし、守備陣を統率する働きを見せた。1989から90シーズンからは、チーム史上最年少でキャプテンにつくと、ナイジェル・ウィンターバーン、リー・ディクソン、マーティン・キーオンとの4バックは、フェイマス4と呼ばれ強固な守備で、同シーズンのリーグ優勝など、アーセナルの黄金期を支えた。その一方で無類の酒好きであったことから、トラブルも絶えず、1990年には飲酒運転による事故を起こし処分も受けている。しかし、アーセナル一筋でプレーしたことから、サポーターからはミスター・アーセナルとも呼ばれていた存在でもあった。2001から02シーズンにリーグと FA カップの2冠を手にしたのを最後に現役を引退した。2006から07シーズン、ポーツマス FC でコーチを務める。2008年10月にハリー・レドナップがトッテナム・ホットスパー FC より断りきれないオファーを受け電撃的に移籍し、同チームの監督に就任したことを受け、監督に昇格する。しかし、ホームでのリバプール FC との対戦を 2-3 で落とした、翌日の9年2月9日に解任された。就任後のリーグ戦16試合でわずか2勝と、成績不振だった。この件に関して、アーセナル FC の監督であるアルセーヌ・ベンゲルは、フロントが見切りをつけるのが、あまりにも早い、若い監督には、時間を与えるべきだと苦言を呈した。2008年12月28日のエミレーツスタジアムで行われたアーセナル FC vs ポーツマス FC では敵将であるにもかかわらずアーセナルサポーターに拍手で迎えられるなど今なおミスターアーセナルは健在である。2017年4月10日スペインプリメーラディビシオンのグラナダ CF の監督就任が発表された。ありがとうございます。